正反対な二人の恋はさあ始まるのでしょうか。合図の鐘が鳴る。君はいつかの気になった人、どうしてここにストーカーだったり警察を呼びますよ。違います、怪しいものじゃありません。おかしな出会いの隣の部屋の子、レッスンサボってダラダラやらなくたってできちゃうし、おせっかいなんて大迷惑。めんどくさいはずなのに正反対な二人の恋はさあ始まるのでしょうか。合図の鐘が鳴る。要領悪くてほっとけなくて、だ気づけばいつで、君の声が聞こえたんだ。僕は僕は僕は君と出会えてよかった。ありがとう。